はい、皆さんこんにちは、キスケです。今回ですね、ドラゴンボールレジェンズ実況始めていくんですけども、今回はですね、石、時の結晶2000個がもらえちゃうということで動画を撮ってみたんですけども、どうやったらもらえるのかと。それはですね、 PVP の報酬ですね。PVP の報酬がバージョンアップしました。あ、2000個じゃない、1500個か1500個バージョンアップしたんですよね。で、1位の方がメダル3500枚に、マスターチケット25枚で、石が1500個。はい、まあ1位取るのってもう相当難しいと思うんですよ。ただですよ、ただ、2位から1000位、もしくはまあ2位から1万位までは、時の結晶が1000個もらえちゃうんですよね。まあこれはですね、 PVP が今あまり盛り上がってないと、まあ、正直言うと、あまり盛り上がってない。まあ理由がですね、やっぱりラグ使いであったりとか切断中とか、まあ、いますよね。だそういうことで、PVP があまり盛り上がってなかったんですけども、まあどうにか盛り上げようとしてるんでしょうね。まあそれが、まあ、この PVP の報酬に、出てると。だから1000位から1万位っていうのはまあ結構簡単ですよ結構簡単。僕前回750位ぐらいだったんで、まあ3000個と、石1000個でマスターチケット20枚もらえることになってたんですよね。まあ今回は、この報酬がねすごい盛り上がってるので、まあ、PVP にも結構猛者がいっぱいいらっしゃると思うんですよ。まあ実際僕の動画のコメント欄でも、PVP の報酬が豪華になったんで、まあ、今回はガチで回しますみたいな、そういうコメントがね結構ちらほら見えてるんで、まあ、今回は、普段より PVP が活性化されてるのかなと思います。まあ、それによってやっぱり上手いプレイヤーとか、やっぱりいっぱい出てきますよ。でね、この1位を狙うためになんかバグとか、チートとか使う人が多分出てくるとは思うんですけど、まあ、そういう人はね、まあ、バンされとけという話ですよね。まあ、なので現実的なところで言うと、まあ、2位から1万位の間でしっかりと時の結晶を1000個もらう、これが一番重要なんじゃないかなと思っています。まあ、6000位から1万位の間でも、メダル1万5000いや1500個と時の結晶1000個とマスターチケット 10枚もらえるんで、まあ、マスターチケットで10連できるし、時の結晶で好きなガチャ10連できるしみたいな、そういう動きができるんで、非常にねこの PVP のランキング報酬が盛り上がったのはすごいいいことなんじゃないかなと思います。前回の報酬ってもうほんまにしょっぱかったっすよね時の結晶50個とかじゃなかったっけ、気のせいかななんかそんなそれぐらいやったと思うんですよ。だからまあこれだけバージョンアップされると、まあ、PVP が盛り上がるのも、理由はわかるのかなと思います。ということで、今現在1200位ということで、まあ、まだまだ時間はありますよね。17日まで開催なので今現在4日、あと13回寝れば、ランキングが決定するんですけども、まあみんな強いですよ。やっぱりね、その前回まではランク50の8000ポイントぐらい持っとったんですけど、まあそれほど、まあ僕も含めてなんですけども、上手いプレイヤーと当たらない。ただ今回このバトルランク43のあたりで PVP 回ってみると、すごい上手な方が、たくさんいらっしゃるんですよね。だから楽しい。なので、まあ、ぜひともね、 PVP 普段あまりやらないっていう方は、まあ、今回まあ、どこでもいいじゃないですか。時の結晶1000個を狙って、PVP 回ってみてはいかがでしょうか。ということで今回は、そのね PVP 報酬をゲットするために PVP 回っていこうかなと思うんですけど、よろしければチャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ戦っていきましょう。うわー、お相手今月かー、いやー今月強いんですよね。まあここは完全体セルから行って、まあ、16号まで行きましょう。
さあ戦っていきましょう。出しがち、おいきなりいきなり突っ込んできましたね。まあここは有利対面なんでガンガン削っていきます。はい、でここも変える必要ないですね。うん、スーパーサイヤ人に対してセルは攻撃力上がってくれるんでね。はい、さあ交代と、さあ射撃キャンセルは一応使えるかな。うん、おっここに変えてくるか。さあゴリゴリと、はい、ゴリ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 と、でこれは完全体セルに交代できるように通常攻撃挟んでと、ほい、オッケー、入るね、ほいほい。じゃドラゴンボール貯めて、これはもうね、スーパーサイジン2のご飯って体力半分以下にしちゃうともうすごいすごいことになっちゃうんで、これもうライジングラッシュ込みで落としちゃいましょうか。オッケー、ラッキー、ブラッシュ、オッケー、とりあえず3対2の状態を作ってと、ほい、力を貯めて通常攻撃、ほい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 、交代、オッケー、さあ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 、ゴリゴリに削っていくよ、オッケー、ナイスタイミング、これは避けてと、オッケー、さあ残り1体来いよ、いやー、まあまあこれはしゃあないな、キャラクター交代できなかったんで、はい、プッシュアウト打ってないから選択したけど、うん、ダメでしたね。落ちひんやろ、おお危ねえ、危ない。でライジングラッシュ終わった後ミリ残ったら、とりあえずなんか通常攻撃挟んでくるような敵が結構いるんで、ここはしっかりと、ああちょっと下手やな、序盤中盤ちょっと結構うまくいってんけど、話しても無駄なようだな、話しても無駄なようだな、よいしょ、さあはい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 、いやこれね、自爆アーツがね戻ってくるのがすげえ遅い。すごい遅いんすよ。まあ、せっかくなんで自爆で落とすか。はい。あ、ダメか。あ、これは自爆。オッケー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 。ごはん。オッケー、対戦ありがとうございました。無駄なことが楽しいんじゃないか。さあ対戦やっていきましょう。まあやっぱりどのパーティーにも紫ご飯おるな、やっぱ強いもんな。ここはこういう感じでいきましょうか。さあやっていきましょう。お、まあこっち黄色ランからちょっと苦しい戦いになりそうな気がしますね。ギリギリまで食らうか。多分16号に交代しちゃうと紫がポンポンって出てきちゃうんで、ここはちょっと完全体セルで、はい、食らいましょう。射撃、マイステップ、あ、通常攻撃、キャラクター応対してくるよね。はい、オッケー、ラッキー。さあ、はい、よいしょ、気力貯めてと、避けてと、あー、なるほど。なるほど、カバーチェンジ、いきましょうか。ダメージカット。いやーマジでご飯の火力がやべえんだよな。射撃、あ、入った、ありがたい。ラッキーがあるんだよね、この射撃キャンセルからつなげていこうって時ね。うん、ここはメインアビリティ発動してしっかりと威力上げていきましょうか。うん、あーでも半分以上になってもうかな、バリアー避けてと、いやーちょっとつらいな、すげえ威力、射撃、マイステップ、打撃と、OK、これはライジングラッシュいきましょう、ライジングラッシュ、お、そのまま落ちるか、ここは打撃アーツ、男は拳で語り合いましょう、えい、はいはい、よし、なんかね、射撃アーツ選択してくる方がすごい多いんですよ、なんか打撃がもうポン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 入る、OK、さあ、OK。オッケー、しっかりずらしてと、
さあこれは究極アーツ入るか。あ、入んねえ入らんか、残念。あらら、通常攻撃いい。アーツがないんだよな、多分。アーツないことなんてあるか。さあ通常攻撃交代、自爆で吹き飛ばしてもいいけどなあー、これは16号。あ、交代間に合ったか。交代戦でもよかったけど、まあ、自爆があるんで。あ、ラッキー。よし、えい。さあ交代、まあ、ご飯を大事にしてきますよね。やっぱり火力が段違いですもんね。はいはいはい、特殊アーツ発動を射撃、これ入るね。よいしょー。さあ救助と、ほら入るな。通常攻撃、交代、避けていく。オッケー、もうわかったぞもうわかったぞ、もうわかったぞ。これ入らんか。あー、ちょっと遅かった、ちょっと遅かった。ただこれはもう勝てるんじゃないか。いやー、お、ラッキー。さあバイバーイいや、これ火力がえぐいんだよな。対戦ありがとうございました。さあ対戦やっていきましょう。おー、ピッコロおるな。まあピッコロ多分絶対出てくるから、てかピッコロ僕のパーティーで出さんかったらどこで出すねって感じやから、まあ、ここはピッコロに有利取れる16号から行って、こういう感じでいきましょうか。対戦よろしくお願いします。さあやっていきましょう。まあですよね、うん、OK、 ラッキー、これはラッキーだな。さあゴリゴリ削っていくよ。交代、17号に交代、射撃、射撃で、どうせ黄色に出てくるからここ変えちゃうか。 OK、うん、しっかりずらしてと。はい、ピッコロまだやろ。よしあ、これ射撃ぐらいで出てくる。よいしょ、 OK、 OK、 しっかりずらしてと。もう栄養にはさせへんよひたすらに上から叩いていくよ。よし、 OK。 さあこれは通常攻撃で落としちゃいます。さあさあ、あー、ミスった棒立ちになってきた。戦場で棒立ちしとったら死ぬからね。まあただこれは全然食らわないですね。はい、さて射撃、前、あー、ちょっと最速で避けられちゃったな。はい、ここはしっかり交代してと。射撃、前ステイ、避け、よしいいってなるわ、うん、いいってな。はい、もうさよならしてもらうか、ピッコロさよならしてもらおう。バカで言うねんから。さあおい、ずらしていく、ライジングラッシュいきましょうか。さあ、はいはいはい、ここは外せない。でこの体力やと必殺アーツって結構読まれやすいんで、まあ、ここは無難に打撃アーツいきましょうか。おー、ラッキー。よーし、まあ、ピッコロ結構耐久がないんで、まあ、ラックですよね。はい、皆さんありがとうございました。私はもっともっと楽しみたいんだけどね。さあ対戦やってきました。はや多くは語らない、受けたと。よし、これでいこう。さあ出しがち、うーん、入るか、これ入っちゃうか。交代、ここは赤に交代かな、うん、バックが黄色なんでここは赤に交代します。はい、射撃、おい、マイステップ打撃。あ、なるほど、オッケー。これ多分変えてくるやろ、青に変えてくるよね、うん、交代読みキャラ交代しとったらよかったけど、16号がねちょっと復活してなかったんで、まあ、このままいきましょうか。避けていく。よし、それ結構リスキーじゃない結構リスキーじゃない。 OK、 さあ射撃ブーストの隙を与えないよう究極アーツ選択していきましょう。いきます、気絶してほしいなこれは
イエス。これはじわじわと。よいしょ、オッケー、ラッキー。いやー、これ必殺技入らんかな。あー、はい、は、はい、はい、はい、入らんか。あー、ダメか。ダメか。まあ、ここは16号で壁張っておきます。自爆の威力を上げてと、しっかりドラゴンボールを貯めてと。いやー、はいはい、ライジングラッシュ。まあ、ここは落とせればでかいですね。ヒール落とせれば、17号が結構優位に働いてくれるんで。エルズフラッシュ、エルズフラッシュかっこいいですよね。オッケー、さよなら。さあ、バレてるか。バレてたか。くそ。交代、射撃。あ、これ避けれるぞ。はい、残念。よし、残念だったな。あ、くそ。まあ、ここ16号でもう完封かな、さすがに。うん、全然効かんからね。俺は自分が正しい。自爆の準備完了。射撃入っていく。いやでもこれな、普通に落ちるな多分。射撃、いやこれね、ま、間に合わないんですよね。アーツマックス状態からメインアビリティ発動しちゃうと足りないんですよね。うん、食らわん食らわん。お、舐めてるよ16号の体力を。アシストタート来ない。射撃入っていく。まあこれは普通に落とすか。自爆ばっかりかわいそうやもんね、16号。ここまでだ。はい、皆さんお疲れ様でした。今回ですね、時の結晶が1500個もらえるということで、まあ、1位にならないともらえないんですけど、現実的なところは時の結晶1000個ですよね。うん、まあ相当うまいプレイヤー、まあ、前回1万ポイント以上持ったよっていう人は、まあ、ぜひとも1位とか狙ってみてほしいんですけど、やっぱりこの1000個っていうのは嬉しいですよね。うん、まあ、前回の1日以上伸びた、メンテナンスでも時の結晶500個だったんで、この1000個はだいぶ運営さん奮発したんじゃないかなと思いますよ。はい、まあ、これでね PVP が活性化されて、うまいプレイヤーがいっぱい出てきて、まあ、全体のね PVP のレベルが上がればなと思っております。はい、ということで、よろしければチャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。